日ごとの糧、2024年5月7日。麗しさの極み、シオンから神は顕現される。私たちの神は来られる。黙してはおられない。見前を火が焼き尽くしていき、身元には嵐が吹き荒れている。詩編50編2節3節。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。マルコによる福音書12章32節。神様の圧倒的な存在感といいますか、高貴な近寄りがたい厳かさというか、それが詩編には描かれていましたね。慈しみ深き友なるイエスという歌がありますけれども、私たちの友なるイエスというイメージと、ちょっとこう対極的な面といいますかね、神の偉大さ、その絶対的な独自性というか、尊厳というか、そういうようなものが意識されているんですね。それゆえにこの神こそ唯一の神と言わざるを得ないんだという、重さがそこに出てくるわけですけどね。私たちはそういう神様の存在の重さといいますか、威厳とか、と近しさの両方を聖書から感じ取ることができます。厳しさと優しさを完璧に両立させている存在でありながら、愛に満ちておられるので、そのお方を知っている私たちは、いわゆる恐怖心というか怖さを感じることは少ないんですね。神様について思い巡らすときには、その両方を思い巡らす必要があると思います。悔い改めと許された喜びというのは、その両方を意識することなしには本気になりにくいと言いますか、本当に心の中に深く感じ取ることができないもののように思います。でもその神様が本当に私たち一人一人を愛してくださっているということを信じることができると変わってきますね。良い一日になりますように。Thank you.